今日は味噌ラーメン。このあとレコーディングがあるから喉を油で潤す。こってり系の味噌ラーメン。どこから攻めるか。やっぱり麺からだな。あつ。麺は。チャーシューも一緒に食らう。勢いよく食らう。テンションめっちゃ上がる。このバターが溶けて味変するのがいいんだよな。煮卵、みんなはいつ食べるか。こう、メンマ。もやし、ウィズメンマ。そして、スープ。うまい。そうして麺に戻るわけです。この穴のついたレンゲって便利だよね。コーンをすくうのにはもってこい。熱く美味しい戦いでした。締めの水。イヤホンが少し壊れている。今日はプレミアムなモスバーガー。サラダもしっかりしている。そしてお気に入りのカフェオレ。ミルキー。前菜いただきます。ありがとうございます。では早速。ザクザクザク、ザク。めっちゃ新鮮。早くニキビを治さなければ。でもポテトは我慢できないな。ホクホクしてて美味しい。揚げたてのポテト、そして新鮮なサラダ。ここにいよいよハンバーガーが。袋には自分で入れる。このじらされている感じたまらないな。早く食べたいけどこの時間も楽しい。さあ、いよいよ。いただきます。これは止まらない。ジューシーだ。
菜のみずみずしさもまさにプレミアム。止まらない。あの藤井聡太騎手も対局の間の昼食で食べたというモスバーガークラシック、プレミアム。この口元にソースがつきながらも頬張る幸せ。今日は行きつけの味噌ラーメン屋さん。ここは何度行っても美味しい。のり越しの麺、背脂がほんのり絡んで味噌を引き立たせる。うまい。やっぱりこれ、新しいところにニキビができた。ただそんなのはお構いなし。うまいものはうまい。メンマもいい。煮卵、あふれ出る黄身、シライムはだいたい途中で食べる。この麺、味噌が練り込まれているんじゃないかと思うくらいに味噌の味が染み込んでいる。絶妙なバランス。スープを流し込む。だし、味噌、全てのうまみが一気に押し寄せる。今シライムの喉には熱い雪崩が押し寄せている。フィニッシュ。これこれ、この日もレコーディングの前、今日も麺、集合体恐怖症の皆さんごめんなさい。1週間のお昼を取るぞ。何のために？記録。記録？なんかレコーディングダイエットとか？うん。ダメじゃない？え？違うよ。レコーディングダイエットって書けばいい。
もんじゃないよね。ダメダメ。え、これダメじゃない？ダメ。それで私たち蕎麦はヘルシー。なんでなんで。私たちいただきます。いただくよね。いやいや、あのダイエットじゃないから。え、あ違うの。レコーディング。記録だけ？それが何のためだろう。レコーディングだから。これ YouTube に上がるんですか？これ YouTube に上がる。でもちょっともしかしたらあの西山 NG が出てる。何だよ、大丈夫だよ。そういうのって確かにね、あの分かんない。シライムは天ぷらをめんつゆにつけて食べるタイプ。そうだね、そうだ、今がチャンスだな。あ、声優やってます、最初チャンスです。ズズズにめちゃめちゃ被ってたから今。いや、ズズがすごい。いや、今日も楽しく仕事しましたね。楽しかったですね。さあ、私ね、あのね、ストリートストーリーというバンドもやっておりまして。告知は大事。ちょっとネットで検索してくれると、インディーズやってるもんで、なかなか宣伝がうまくいかないもんでね、この場をお借りしてちょっと。めちゃめちゃズズズズズズ。これ見ようが。パラ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 、あれ、トータロってアルバム出てますか？10月7日にシティっていうアルバムでちゃんとかぶせろよ、やるならかぶせも大事。短いそばとつかみつかめないみたいなやつ。僕も今日結構参加させていただいて。そうなんです。実はまずは実は盛り上げてくださって、あ、そうなの、僕がディレクションしたんですよ。そうそうそう、いたいって言ってディレクターに座って、あの西山幸太郎の曲に参加してます。ちょっと聞きどころといたしますインタビューさんだったこれは何味、味噌ラーメンなんだよな。またしても今日は肌の調子がいい。バジルが乗っている。洋風な味噌。いざ参る。右胸のポケットのボタンがいつの間にかなくなっている。お気づきだろうか、うまい。スープによく絡む太めの麺。すすりごたえがこういうネギは珍しい。鶏がメインのラーメン屋さんで味噌ラーメンを食べる。だからチャーシューは鶏。豚と違ってしっとりとしていてうまい。鶏の風味もしっかり入っている。熱い。ラーメンといえば上着を脱いで食べる。5分の4麺。
今日は冬期間限定で復活したケンタッキーフライドチキンのレッドホットチキン、大好物だ。シライムは手づかみで豪快にいく、滴る肉汁、これこれこれだよ。チキンってのはこうでなきゃ。揚げたて万歳。ちなみにこの部位はドラム。いつも部位を指定して注文している。端の衣も、うん、合間のポテト、ここで口の中をリセット。やっぱりレコーディングの前は油だ。バーガーも頼む。チキンフィレサンド、このマヨネーズソースがたまらない。ついているがお構いなし。合間のポテトでリセット。塩コショウ少々、振ってるみたいな手。このあとサイも食べた。オス、ゴチ。和食もたまには食べたいシライム。魚だ。今日はホッケ定食。まずは骨を外していく。ここで少し味。この骨の間の身もうまいんだよな。昔は苦手だった骨外しも、今では楽しみながらやる。これが大人になるってことなんだろうな。ホッケの油のうまみと大根おろしに醤油を垂らして一緒に食べる。これが至高。定食屋に行くとついついいつも頼んでしまう。醤油は直に垂らしすぎた。だがそれもいい。ホッケが優しく受け止めてくれる。締めは納豆。日本食はやっぱりこれだ。醤油を直に垂らす。シライムは味が濃いめが好き。よーくかき混ぜます。
また混ぜる。さすがに300回は混ぜられないが、この粘り気も美味しさの一つ。直に行く。白米と合う。ご飯粒は一粒も残さずに食べなさいとおばあちゃんに教わって、以来シライムはご飯粒を残さず食べている。とかなんとか思いを馳せつつ、ごちそうさまでした。和食万歳。締めのお茶。来週もお仕事頑張るぞ。